説教されてる、公園のおじいちゃんに説教されてる説教されて、説教教えてられてあのおじいちゃん、いいおじいちゃんでね、よくね、あのおじいちゃん、たまにそう、たまにいろいろな、すごい元気を教えてくれる、いいおじいちゃんですよ。四半の手の動きなんだ、今の使えるか。使えるよ。上野のバイアグラの場所を教えてもらった。おぉ、肉しねえな。バイアグラ。じゃあそれ、買いに行くサブちゃん。じゃあ絞り出しか言ってないよ。じゃあお前が。あはははは。あはははは。あ、いいですよ。あ、ちょうど。まあ、YouTuber っていうか、まあ、売れっ子 YouTuber。売れっ子ね。うん、OK。いや、きょとんとしてるよ。じゃあ、サインしてあげます。なんで上からあげます、ね、いや、あげます。いや、サイン書こう。サイン。うん。シネマンガテレビ。あ、じゃあ、ありがとう。みんなは何年生？4年生。4年生。10歳。9と10。もっと見たことある。何急にどうしたの？リーダー。リーダー太郎ちゃん。こんにちは。君たちは？あ、この後。そう、あの時か。あの時は誰かなって思って。あ、そうそうそう。見てるの TikTok とかさ、YouTube、あ、ショート動画見てるんだ。最近好きな YouTuber とかいるの？俺は YouTube というより最近ゲームが好きなんだ。あ、ゲーム実況とか見る。YouTube で見るとしたら、うん、まあ、ショート動画で、うん、そうなんだ。じゃあサイン書いてあげよう。サイン書こう。好きな子いる？女の子。モテそうだよな、正直。でもモテそうだよね、君ね。性格終わってるんだ。性格終わってる。全員は全員終わってる。同じ係で。あ、そうなんだ。お前も同じ。丸山と大崎に。大丈夫、宿題の紙で。ダメだよ。大丈夫。提出しないでよ、それ。先生に怒られない。親に自慢しまくって、友達にも自慢しまくって。じゃあ俺これさ、あの。クラスのみんなに配る。あの、これ配んな。コピーして配んな。配んな。え、だって知らない人もいるかもしれない。そうだよ。そうそうそう。いいよ。ちょうだい。すごい大人気だね。ビンビンのキッチンよ、ビンビンのキッチンよ、ビン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 のキッチンよ。